2011年、自然言語を解釈するコグニティブシステムとして誕生した IBM ワトソン。みずほ銀行では2015年2月に IBM リサーチの技術を用いてワトソンをコールセンターのリアルタイム支援に実用導入しました。これまではお客様からの質問を受けるとマニュアルから該当する答えを見つけるという作業が行われていました。ワトソンを使った新しいシステムではお客様との会話の間にワトソンがキーワードを解釈し、候補となる答えをオペレーターに提示、リアルタイムな対応を実現しています。お電話ありがとうございます。みずほ銀行コールセンターの久保田でございます。本日はどのようなお問い合わせでしょうか。すいません。子供がみずほ銀行に口座を作りたいって言ってるんですけども、大学生で学校があって窓口には行けないんで、親の私が代理で口座を作りに行きたいんですけど、それはできるんですか？お子様の口座開設に関するお問い合わせでございますね。そうです。18歳です。お父様がご来店をいただいて、お口座開設していただけます。来店せずに作る方法ってあるんですか？ご来店せずにお口座を作成する方法でございますね。3点ございます。スマートフォンからのお申し込み。あ、スマートフォンでできるんですね。他に何かご不明な点はございませんか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。お申し込みお待ち申し上げております。施行当初はですね、本当に正答率がなかなか上がらずにですね、大変不安に思ったこともございました。しかしながらオペレーターがですね、そこのところは一生懸命ですね、正答を、ワトソンに教え込むことでですね、正答率が当初設定したですね KPI を、達成することができたということでございます。まさにですね、システムが学習するということを実感した、瞬間でございました。効果は2点あると思っております。まず1点目はですね、オペレーターのお客様とのですね、通話時間の短縮につながったということでございます。コールセンターにとりましてお客様との通話時間が短くなるということはお客様満足度向上につながりますので、大変嬉しいことでございました。もう1点はですね、オペレーターのサポートを通じまして育成期間がですね、短くなるということが期待できます。新しいテクノロジーを積極的に採用し、お客様第一とオペレーショナルエクセレンスを追求するみずほ銀行。今後はお客様の資産運用ですとか相続といった高度なご相談に対する営業担当者のサポートを考えております。またコールセンターやチャットでの無人対応の実現など、さらなるお客様満足の向上に努めてまいります。みずほ銀行は新たな技術の導入にスピーディーに取り組み、お客様の利便性向上と品質の高いサービス提供にチャレンジしてまいります。